皆さんこんにちは、浦和です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品は、はい、こちら、ゴーヘッド製バイオ BB 弾 0.2g、0.25g、0.28g 高精度高真球天然由来成分 PLA 配合 BB 弾。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、ということで、お値段の方がですね、こちら 0.2g 5000発入りが1280円で、1発あたり 0.25円、 0.25g のこちらが約4000発入りで1280円、1発あたりが約 0.32円、こちらの 0.28g が約3570発入りで1280円、1発あたり 0.35円というね、かなりの低価格でお届けできるバイオ BB 弾となっておりまして、天然由来成分 PLA 成分耐性バイオマスプラスチックポリ乳酸配合で、低価格かつ高精度のコストパフォーマンスに優れています。高品質の素材と最高グレードの製造装置を使用し、トリプルポリッシュ仕上げにより寸法誤差は 5.95 プラスマイナス 0.01mm という超高精度を実現しています。天然由来成分で作られているため、アウトドアでも使用可能となっております。極めて高い寸法精度による良好な弾道と、徹底したコストカットによるコストパフォーマンスを高いレベルで両立した優れた BB弾となっています。それでは実際に 30m レンジで撃ってみたいと思います。実写ではね、デメさんにもちょっと撃ってもらいたいと思います。はい、 30m レンジやってまいりました。はい、はい、それではですね、今回は久しぶりにこう登場させてもらって、弾道の確認のために一応専門家を名乗らせてもらってる私デメと浦さん、はい、が実際に打ってみて、弾道はどういう感じなのかというのをね、確認していきたいと思いますが、今日私今元気そうに見えますけど、昼間熱中症食らいました。今日はちょっと危なかったですけども、今ねだいぶ涼しくなって、基本的にもここだとね30度はないと思うんですけど、25、6度、パッキンとしてもそんなに悪くない温度なのかなと思って、まあデビさん散歩歩いたら忘れますからね。いや忘れられなかったね、散歩歩けなかったっていうね。熱中症でだから散歩歩けば忘れたんですよ。歩けないで力が入らなくなったっていうね。おい、ちょっと起こしてくれ。これなんか違うコーナーになってるから。はい、ということでですね、じゃあこれの今ワーヘッドさんから打てる 0.2g、 0.25、 0.28 を打ち比べていきたいと思います。はい、まず一番オーソドックスな 0.25 の方からボルトアクションを使ってね打ち比べていきますね。じゃあ実際ね、弾入れてみて、一応ね、はい、25でございます。じゃあ25から打っていきましょう。よいしょ。じゃあ悪くないね、十分弾筋読めるね。よく乗せる。よし。あ、左ではないな。うん。あ、そんなにこう弾な何か大きく変わるってことなくて、打ったフィーリングとしては全然、ああ、もっと詰めれば合うなって。このレンタルのスコープ今ね、パッと持ってきてちょびっとしか合わせないから、ちょっと打ってみてもらって、自分だけだろうね。はい。なるほど、いいんじゃない普通にね。うん、すっごい暴れるとかはそういうフィーリングはないよね。うん、じゃあ次2号はまあなんか標準的だったから、2っていう軽重量の軽い方、あんま軽い方で打ってみて、今ちょっとホップ強いと思うので、ホップだけ軽く合わせてみてやりたいと思いますね。2号のフィーリングも別に何か特殊な違和感とかもなくて、価格が安いっていうのがすごい、これの方が、うん、サバゲで十分使えるかなっていう感じなんですよ。昔のビビナー買ってる感じになる、値段的には1280円だから。ああ、値段が昔980円とかで普通に1000円とかでね、買えた時代もあったわけです。すごいよね、1200円。1280円どれも。はあ、弾の重さ関係なの？重さ関係です。あの段数が、ああちょっと入り数がちょっと違う。
とね、じゃあ今 0.2 に変えたんで、0.2 でホップ合わせますね。あ、上に、すごく上に垂れてらっしゃる。そんなに違う？違うね、軽いね、やっぱ。これね、あの、一つだけ送りたい。うちのスタッフが多分スコップつけたと思うんですけど、曲がってるんですよね。曲がってる、え、曲がってました、こんな。こう、入ってるんですよね。ああ、やっぱ2の弾道かな。2号みたいな安定性はやっぱ2だと 30m は厳しいかもしれない。どう、ふーって曲がっていく感覚がやっぱ。あ、今ので当たんなかった。うん、だからやっぱ、なるほど、あのメーカー問わずの2って感じかな。25の方がやっぱ安定しますね、それね。で止まったところで、はい、それはやっぱまとまりで、一番多分ね、命中精度がいいと言われてる球28ですね、次2はね、やっぱ電動ガン向きなのかもしれないね。28、でもホップアップが変わるってことはちゃんと重量が変わってんだよね、やっぱ球として。2だったら俺は電動ガンでいいかな。うん、ボルトだとちょっと2はやっぱ軽すぎるかな。弾数が違ってて重さは一緒になってるね、約1キロ。だから値段が一緒だ。はいはいはい、球数的には減ってるんだね、やっぱ。あー、落ちますね、やっぱ一気に落ちますね、ここ。おー、まだ落ちる。おー、いいよー。あー、落ちた。これいいね。あ、欲しい。まだちょっと弱い。あ、欲しい。まだ落ちてる。ちょっとホップはいじってみて。でも明らかに25とかに比べたら抜群に安定してる。着弾した時の音がやっぱ痛そうだよね、ドンっていう。おお、なるほどね。いいね、28いいね。1280円。1280円、はい。いや、全然ありでしょ。むしろ、うん、あの、変わっちゃうぐらいいいかもしれない。はい、まあ、ただね、レギュレーションで使えるんだったら28おすすめ。たまにものすごいこだわってる方いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方はやっぱり今までのこだわりのままでいいけど、価格は安くていっぱい球試してみたいっていう人には一回入れてもらっていいかなと思う。1280円で2528あたり試してもらって、2はなんかね、正直面白みが少ない。いっぱい入ってるよっていう形で25を標準で取ってもらって、はい、でちょっと28試してもらいたいなっていう人は割れと28おすすめかもしれない、うん、すげえ高額になっちゃうじゃない、28って。この価格帯で試せるんだったらものすごいお買い得だと思う。5000発、4000発、3000何百発になるって感じなんで、まあこれで3000何百発打てればね、すごいな。十分多分楽しんでいただけると思うんですよね。もう自分でゲームで使うんだったら絶対2発、あのこれレギュレーションが許すんだったら、ね、うん、安定性がいいのと、球がこう重量をちゃんとパンってこう取られてるからまっすぐ飛ぶ、うん、勢いが、銃がね、もうしっかりしてればもっと合わせられるし、弾としての欠点っていうのは今のところもう何にも感じなかった。どちらかというと、まあ銃ですね。そう、最高峰かって言われるとそれは嘘です。それは最高峰ではないけど、サバイバルゲームで十分通じるレベルかなと思います、はい、弾詰まりも起きなかったし、ボルトアクションに限りですけども、ぜひね、皆様のあの声で、電動ガンで使って良かった、良くなかったっていうのを聞かせていただければと思いますけど、ほぼ問題ないと思います。はい、はい、ということで、ぜひご購入お待ちしております。
はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて今回ご紹介したのはウォーヘッドバイオ BB 弾 0.2g、 0.25g、 0.28g。 ここには模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。